こんにちは、木谷です。今回は車中泊の夜、車内で快適に過ごせるように LED 照明と車高シェードを取り付けました。まずは車高シェードの作成です。霧吹きで窓を濡らし、そこにビニール袋を貼り付けていきます。そして窓枠をマジックで縁取れば窓の型を取ることができます。リアガラス、リアクォーター、リアドア、フロントドア、フロントベンチの5箇所を型取りします。横側の窓は左右対称なので片側だけ取れば大丈夫です。ちなみにフロントガラスは駐車時に使っているアルミのサンシェードを使うことにしたので新たにシェードは作りませんでした。縁取った通りに切り出せば窓型の完成です。作成した窓型を使ってシェードを作成していきます。今回はホームセンターで購入できる養生用 B ボードを使いました。個人的に完全な遮光は好きではなかったので目隠しプラスアルファくらいの遮光性になる B ボードを選びました。ハサミで簡単に切ることができる点もメリットだと思います。できるだけ無駄にならないように型を配置して縁取っていきます。縁取ってできた型は一回り大きくできるので後ほど実際にはめて微調整します。ボードの大きさが足りなかった部分は2つの部品を貼り合わせて作ります。これで5種類、計9枚の遮光シェードが完成しました。次は LED ライトのフックを作成します。市販の LED ライトを固定するためのベースとして厚さ 9mm の合板を 25cm×4cm で2枚切り出します。切り出した材はヤスリで滑らかにしていきます。
完成したベースに LED を固定するための鉄板を貼り付けます。この鉄板が LED 本体のマグネットとくっつきます。最後にベースにネジフックを差し込んでいきます。ベースを貫通しないように気をつけて差し込めばライトフックの完成です。これで車中泊の夜も快適に過ごすことができそうです。それではまた。